呼んだかねわしの名前はウィリアム・テルだ森の獣を撃ってほしいという顔ではなさそうだなやれやれこの年になって まだ成長させてもらえるのかね <laughs> ありがとうさん狩りの成功には事前の準備が不可欠だわしの時代にはなかったものだろうと 使える装備は何だって使うさ。焦りは禁物だぜ、マスター。鼻が利く獲物とは根比べになる。今はただ、じっと待つ時だ。 どうやらなりふりかまってもいられん状況のようだ手負いの獣は恐ろしいものだが手負いの漁師はそれ以上に恐ろしいのだということをその獲物に教えてやらんとな <music> わしのような田舎者に、まさかこれほど手をかけてくれるとはな。覚悟を決めたよ。お前さんなら、撃つべきものを間違えることはあるまい。わしという矢の狙いが決まったなら、言っとくれ。どこに獲物が隠れていようと、どこにリンゴが置かれていようと、必ず射抜いてみせるさ。 仕掛けた罠を見に行かないかい。そろそろ獲物がかかってるかもしれんぞ。漁師が心から何かに従うとすれば、それは山の自然だけさ。退治すれば退治するほど逆らうのが馬鹿らしくなっちまう。まあ、そいつをうまいこと黙らかしながら、食っていけるだけの獲物を仕留めていくのが、漁師ってもんでもあるがね。 誰かの下で働くなんて慣れてなくてな。だからまあ、何か失礼があったらすまんねえ。悪気があるわけじゃないんだ。本当だぜ。なんと、神話の狩人か。機会があれば、共に山に出てみたいものだな。ウーリの漁師の腕前も捨てたものではないと示せればよいのだが。 おう、狩猟の女神、アルテミス様かね。へへ、こりゃ縁起がいいってもんだ。山に出た時にはよろしく頼んますぜっと。<laughs> で、なんだいその子熊、撃っていいのかお前さんとはなんだか似た気配を感じるな。ロビンフッドっていうのかい そうそう。獲物を仕留めるには弓矢と罠が一番だぜ。まあ、毒だけはいただけないがね。下手に使うと、せっかく取った獲物も増えなくなっちまう。雰囲気も背格好も違うが、あんぐらいの年頃の坊主を見てると。まあ、ちょっとは思い出しちまうさ。ん あれは、リンゴを食ってんのか。なあ、マスター。かじるのはいいが、頭の上には乗せないように言っといてくれな。多分、見ただけで動機が激しくなっちまう。好きなものそうさな。山に入り、獣を狩り、家に帰れば家族が出迎えてくれる。 そういう当たり前の日々が一番さ。へっへっへ。退屈な答えで悪いね。無駄に偉そうな奴とかはあまり好きじゃないな。いや、きちんとした王様ならば敬意は払うがね。自分の帽子に頭を下げさせるような、ふざけた大官とかの話だよ。何でも願いが叶う聖杯 わしは凡人なんだね。わしと家族が幸せに暮らせますように。なんて、ちっちゃな願いさえ叶えばそれで十分さ。手っ取り早く売れる毛皮一枚の方がありがたい。誕生日、おめでとうさん。へっ、久しぶりだからかね。息子とお前さんは全然似てねえのに、思い出しちまった。 やれやれ。少し山に出てくるぜ。新鮮なプレゼントを取ってきてやら。ウーリ、シュビーツ、ニートバルデン。かつてわしらは生き残るために永久の名役を結んだ。今もスイスって国になって残ってるんだろう感慨深いね。まあつまり、 信頼があればそういう強固な関係も築けるってことだ。さて、わしとお前さんの間に、そういう信頼が生まれるかどうかは、これからじっくりと確かめていくしかないな。わしはできれば、撃つべきものしか撃ちたくはないんだ。山の獣か、あるいは、わしの矢だけが止められる悪党か。 間違ったものを打たせんでくれよ。頼むぜ。知っておいて欲しいのはな。悪代官の心臓も、息子の頭の上のリンゴも、打って楽しいものではなかった、ということだ。もしまた同じ状況になれば、同じことをするだろうがね。このタバコかい もちろん、元々は吸ってなかったんだが、なんか性に合っちまってな。うん。狩りの邪魔になるような匂いは出さないから安心してくれ。さすがにそこら辺は気をつけているよ。わしは、英雄なんてもんじゃない。ただの漁師で、ただの父親だが、それでも、 守るべき者の,のために戦わなくてはならんことはある。お前さんのまっすぐな目で、それを思い出したよ。だから、まあ、これからもよろしく頼むわ。